高校時代からしのぎを削ってきた二人の対決がメジャーの舞台で早くも実現した。過去投手藤浪晋太郎対打者大谷翔平の初対戦は高校3年春の選抜、2012年3月21日の1回戦で激突した。共に選抜登板し、1打席目に大谷がライトへ本塁打を放つなど3打数1安打だった。2014年のオープン戦、オールスター、今年のオープン戦で投げ合いはあったが、プロ入り後の打者大谷との対戦は一度のみで、共に1年目の2013年5月26日、場所は甲子園で大谷が2本の二塁打を放ち、3打数2安打で大谷に軍配が上がった。今年の藤浪は阪神から MLB のオークランドアスレチックスに移籍した。アスレチックスが所属するア・リーグ西地区は、大谷が所属するエンゼルスと同地区でライバルだ。藤浪と大谷も同学年で高校時代からのライバル。米国で二刀流で大活躍する大谷の後を追うように、藤浪もライバルチームに所属することになった。異なる道を歩んだ28歳の藤浪晋太郎は開幕2戦目のエンゼルス戦に先発。開幕戦、日本人開幕投手では史上初の2桁奪三振をマークした大谷翔平とバッターで対峙した。今回は今シーズンに全てをかける藤浪のメジャーデビュー戦を検証します。10年ぶりの対決。ちょうど1年前の去年の春、160キロを超えるストレートと140キロ台のフォークを操る藤浪は、阪神での復活を大いに期待され、2年連続となる開幕投手の大役を任された。2022年シーズンも散々で、またもや藤浪は新型コロナウイルス感染が判明し、登録を抹消される。それから復活した時は阪神投手陣が軒並み好調で、藤浪を一軍で起用する余地がなく、調子もあまり上がらなかった。結果3勝5敗、防御率 3.38 と極めて不本意な成績に終わった。一昨年から藤浪はポスティングシステムによるメジャー挑戦を阪神球団に訴え続けていた。球団がノーと言えばできないが、藤浪の熱意に負けてポスティングが認められた。その時藤浪は阪神球団に本当に感謝しています、持っているものを出せれば勝負できると念願のメジャー進出を熱く語った。今年1月、藤浪はアスレチックスと1年総額約4億2000万円で合意した。1年契約とはいえ、昨年 NPB で3勝のピッチャーが4億円を超えるのは破格で、昨シーズン年俸4900万円の8倍超の昇給となる。さらに100万ドル、約1億2700万円の出来高ボーナスが付帯する支払いになっているとも伝えられていた。アメリカメディアからは、高校時代から大谷と並ぶ天才で、そのポテンシャルは未だ衰えはないとし、メジャーでの活躍に大きな期待を寄せられ、ライバルの大谷のおかげでこのような大型契約になったと思われる。つまりアスレチックスは去年メジャーで15勝した大谷翔平とあまり変わらない素質と体格に惚れ込んだのだ。またアスレチックスは昨季60勝102敗で地区最下位に沈み、チーム再建に乗り出している。藤浪をリリーフとして評価するメジャー球団もあったが、アスレチックスは藤浪本人が熱望する先発起用だった。映画マネーボールで話題となった伝統球団で、藤浪が新たな野球人生の一歩を踏み出す。4月1日、注目のデビュー戦。場所は本拠地のオークランドコロシアム。大谷と10年ぶりの対決は初回に巡ってきた。2アウトランナーなしで大谷が打席に立つと、ボール、空振りでカウントワンワンとする。そして天下の宝刀のスプリットがファーストゴロ。最初の対決は藤浪に軍配が上がった。好調藤浪は2回まで6者連続アウトを奪うパーフェクト投球を見せていた。しかし藤浪は3回に突如暗転する。エンゼルス先頭のレンヒーフォに
フォアボールを与えると、1、2塁からキャッチャーのオホッピーの敵陣2塁打で先制を許した。そして大谷の2打席目、藤浪に再び立ちはだかった。3回ノーアウト満塁の大谷の2打席目は、ワンストライクから2球目の 159.5 キロの直球を弾き返し、レフトフェンス直撃の敵地打となった。あと数十センチで柵越えかというライナー性の当たりだった。その後藤浪は流れを止められず、6点を失い、なおもワンアウト1、3塁の場面で交代が告げられた。結果、打者9人に対し3四球、5安打、3回は儀比によるワンアウトしか取れずに降板した。ほろ苦いメジャーデビュー。2巡目になるとメジャーの一流バッターたちは球筋や投球パターンに慣れてくる。それは藤浪にも分かっていた。藤浪はそれを読み、それまでまっすぐで押せていたので、ちょっと考えすぎて変化球中心になってしまった。もう少し落ち着いてまっすぐで押せればよかったかなと思います、と試合後反省した。また結果そのものよりも打たれた内容を懸念する米メディアもあった。藤浪はメジャーでは富士と呼ばれている。気がかりなのは3回の富士は痛打された打球がたくさんあったことだ。目がくらむような立ち上がりの後、タガが外れてしまった。とし、大リーグ公式データシステム、スタッドキャストのデータを紹介した。それによると、藤浪が3回に打たれた全5安打と儀比は、いずれも打球初速が158キロ以上。大リーグのデータサイドなどは、長打が出やすい打球、バレル算出のためなどに用いるハードヒットを、打球初速約153キロ以上と規定しているが、この日3回に打たれた全打球が全てそれを大きく上回っていたことになる。3回はメジャーのバッターにとって打ち頃の速球になったようだ。藤浪は3回は変化球を多投したが、球が乱れ出すと速球でしかストライクを取れなくなり、そこを狙われたら連打になる。これからもコントロールを身につけるしかない。エンゼルスの6番ファーストで出場したラムは、2回2アウトの初対戦では藤浪のスプリットにバットが空を切り、えげつないスプリットで三振を奪われたと驚愕した。3回の2打席は直球を捉え、走者が塁に出ていたらスプリットを投げないだろうと思い高めの球を狙ったと振り返った。大谷同様、見事に速球を読まれていたのだ。試合後、大谷と藤浪は10年ぶりの対戦を淡々と振り返った。大谷翔平は、2打席目の当たりは抜けてほしいな、と、満塁だったのでそれが一番です。そんなに藤浪選手の投球を打席で多く見たわけではないので、最初の打席も比較的浅いカウントで打ち取られたので、ちょっとコメントするにはサンプルが少ないかなと思うけど、立ち上がり素晴らしかったと思うし、チームが4つの三振も取られていたので、いいオフェンスのタイミングでビッグイニングを作れたのはエンゼルス的には良かったかなと思います。と、大谷らしく藤浪をリスペクトして語った。そして藤浪は、特に大谷選手だけというわけではないですけど、世界最高峰の選手と対戦できたのは良かったなと思います。対策は大谷選手だけではなく、他の選手も全員ある程度はデータを頭に入れての対戦だった。と、準備は万端だったようだが、やはり課題はコントロールか。この苦いレビューとなった試合については、悔しい登板になったので、しっかり反省するところは反省して、終わってしまったことは仕方ないので、反省しつつも次に向かって準備したいと思います。配球、使う球種とか、もうちょっといろいろ勉強しないといけないなと思いました。と、必死に前を向いていた。大谷とポテンシャルは変わらない。藤浪の阪神時代の恩師、金本智明は、デビュー試合直後のテレビ番組に出演し、メジャー移籍が決まった際には、藤浪本人から連絡があったことを告白した。アスレチックス移籍をそこそこいい条件です、と藤浪の球団からの期待のほどを語った。そして、3回途中、5安打8失点、四球3、奪三振4で KO 負けを喫した藤浪について、持っている能力の20から30% しか出していない、と嘆いた。この日の試合では WBC MVP の大谷翔平にもヒットを打たれ、無念の結果に。金本は、
本当ね、ポテンシャルは大谷選手とそんなに変わらないんですよ、と残念がった。何が違うんですかね、という司会者の問いには、僕が聞きたいですよ、と苦笑いで答えた。金本は7年前の阪神監督時代、藤浪に一つの試合で161球投げさせたことがあり、話題になった。本人のため、ありとあらゆる方法で藤浪の覚醒を促したこともあったが、3年間監督してる時にね、その時には調子悪かったんですけどね、と振り返った。一方、一緒に出演した球界のご意見番の張本勲は、気持ちが優しいんじゃないの?とメンタルの問題と分析する。あれだけ速い球投げるんだもん。私はこれから活躍すると思いますけどね。ちょっと荒れ球だけど、その方がバッターが打ちにくいんですよ、と期待を込めて語った。しかし、金本と藤浪の古巣阪神タイガースは、この結果に胸をなで下ろしているという。それはなぜか。阪神の岡田彰布監督は、これまでの藤浪を評し、このまま順調に行け。とんでもない投手になる。その通り、エースの道をたどっていた。ところが数年後、パタッと勝てなくなった。原因はコントロールの悪さが出て、自滅するパターンが出始めたこと。ほんま首をかしげるほどの急落やった。なんでやろ。俺は不思議に思っていた。ここまでの落差のあるピッチャー、あまり記憶にない。と述べ、藤浪が飛躍するためにも、ポスティングを容認した。今年から阪神の監督になった岡田には、独特の口癖がある。特に優勝のことをあれと間接的に呼ぶことで知られる。しかも今期のチームのスローガンはまさに ARE、 つまりあれ。エイム、目的、リスペクト、尊敬、エンパワー、パワーアップの頭字語である。岡田監督は2月のキャンプインの挨拶で次のように語った。2003年度、コーチとして宜野座村に初めてグラウンドに降り、その年にアレを成し遂げ、最初の年にアレを達成しました。2023年はアレを目指して宜野座村でスタートし、シーズンでアレを勝ち取り、アレの喜びを宜野座村の皆さんにも分かち合いたいと思います。と、これだけでも計5回もアレを使っている。藤浪には気の毒だが、阪神がアレしてしまう。つまり、優勝するためには、今回の大荒れデビューが大いにプラスになったようだ。今回の藤浪の KO に、阪神の球団内ではポスティングで海外に行ってもらってよかったという声が漏れ始めたのも無理はないと、在阪スポーツ紙デスクは次のように状況を説明する。開幕4連勝したように、今の阪神は荒れ流岡田監督の采配でうまく回っている。問題は先発陣です。2戦目に先発した秋山匠ではやはり物足りない。現状ではもう一枚先発が欲しいところですが、藤浪が阪神に残っていれば、口うるさい外野から藤浪コールが起きかねない。まして、メジャーで好投でもされれば、放出した阪神は赤っ端です。今回は KO 劇にむしろ安心している関係者は多いですね。岡田監督にしても、先発にこだわり続け、中継ぎでの登板を面白く思っていないとされる藤浪の処遇には困っていた、と言われている。また、WBC で侍ジャパンが世界一になったことで、阪神のチーム内にはメジャー志向の選手が増え始めている。だが、今回藤浪のようにボールの力だけではメジャーで通用しないことが分かれば、それも沈静化し、当面は日本でのプレーに全力を注ぐことになるだろうと言われる。チャンスはそんなにない。藤浪の防御率は初戦を終えた段階とはいえ 30.86 という惨憺たるもの。今回の藤浪のピッチングはいつものいい時と悪い時がはっきりとする、ジキル博士とハイド氏投法と言われたりもした。長年 MLB の取材に携わってきたスポーツライターは、オープン戦でも5試合に登板し、18回3分の2を投げて18四死球と、阪神時代同様に細かいコントロールがないのは明らか。メジャーは球の勢いだけでは抑えられない。そう何度もチャンスはないですよ、と語る。成績にシビアなメジャーリーグ。見極めも当然早い。次からの数試合で、藤浪は先発どころか、
メジャー生き残りのラストチャンスになる可能性が高い。